どうもボボビートレザーのボビーーーアトです、えー、今日はですね、えー、もう12月の2日ですよ。ねえ、あと30日かな。うんえー、92回目のお配信になります。それではオープニングムービーをどうぞ。 ボビーアトレザーのボビーです、ね、えー、もう本当に12月入ってですねもうほんまにね、あっという間の2020年な気がしますね皆さんねいかがお過ごしでしょうかねまあ、お昼休みかな皆さんねもう終わったぐらいかなちょっと僕も何やかんやで、えー、こんな時間になりましたけどね えね今日あ,あそうそう昨日ねアップルの信者ということでねタイトルにして喋ったでしょ。であれからですねあの配信終わって、えー、まあ息子とですね、えー、あの梅田にね待ち合わせしてでまあ久しぶりに、えー、実機というかねあの携帯のね実機を触ったりしてたんですよね。どんなのが今あるかなとまあまあネットあの ホームページとかいろいろネットではね見たりするんやけどあの実際やっぱこう触れたりしたみたいなして、えー、触って感じてみたい,いのがあったみたいでねまあ僕ももうそろそろかなと思いながらねもうセブンもね僕もあのこれ、えー、32ギガか,かなんかなんかちょっとそういう,う容量のやつでもう対応できてないみたいなんでほとんどお使えない状態なんですけどねまあまあ,あすぐ熱くなるしもうね うんまあ電池もすぐなくなるしねもう出ていたらまあそんな感じでねそろそろ買い替えかなと思ってね思ったりするんですけどでまあちょうどまあ言んですか iPhone の新しいねタイプのが出ててでまあ,あのちょっとお目当てのものがまあ在庫切れみたいな感じだったんでねまあまあそれはあまあ諦めたみたいなんですけど。 でまあ結局僕のほうですねあの本まあまあこの iPhone から iPhone じゃないわ Apple のホームページからですねなんかえ注文はしてみたんですけどねまあ僕もついでにしようかなと思ってたんですけどちょっと躊躇してますけどね自分のはね <laughs> えまあ,まあ電話ほぼ電話とメールと最近だったらあ,あれか PayPay ペイペイとかそう,そういうやつでね使ったりねするぐらいででねふっと思ったんですよねあのー おいろんな生活スタイルというかあ,あれじゃないですか、あのー、こ,こういう携帯一つにしてもねある、のー、みたいなんですね。あのー、おィレピオンさん僕もセ,セブンバッテリーやられて SE に買い替えでしたいや僕もねあの今 SE にするか、えー、12ミニ12から12のミニにするかめちゃめちゃ悩んでるところなんですよね。で、えーまあ 今日も、ね、えー、ち,ょっと朝ちょっと電気屋さんで近所の方行ってきてまあいていうの,僕あのこ,れこういうなんてその携帯電話屋さんでしか買えないもんかと思ったらやっぱりそうでもなんか SIM フリーかなんかやってなんかこう中のこのほらチップみたいなやつを入れたらなんか使えるっぽいを聞いて今ね浦島太郎状態ですよ。<laughs> でまあまあ今でまあ僕の場合やったらもうほとんどこういう連絡とあ見にいいと思いますあやっぱりねあのそうなんよねでこの下取りっていうのもあるらしいんやけど、まあ、調べたら8,000円やったから8,000円やったらなと思ってこれもこれでサブ機サブ機っていうかあのこういう配信するのねサブカメラとして使えるんじゃないかと思ったりとかね。うん、で とか,あなんかこ,うこういうふうな同時でなんかこうするに、えー、いろいろねあったらまだ今の状態やったらええかなこれ空っぽにしてねほ,ほぼほぼ。ねもう結局過去の資産使ってますからね iPod の普通のちっちゃいやつあるじゃないですかあれもいまだに使うし <laughs>、うんまあ、最近こう出歩くことがないから、ね、言うほど使わないだけでもう iPhone4 もいまだに現役ですからね。 うん、あのコンセントの,あのこの何ライトニングいうんかなこれねあれも何個も買い替えてあのあれなんでこれあの普通のもうちょっとあのガチッとしてもならへんだろうねんけどね昔の,そのでっかいやつの方が全然良かったんやけどねがっちりすぎてでまあその分もねなくならんいうちに、えー、ずっと置いてたんけどね「あシムフリーいいよね」ってあのね ねあのー、未知の世界ですよほんで今日も店員さんと話しってでそれて昨日もお息子はですねあのなんか僕と使い方ほとんど電話で使わないんですよね今の人のねあの若い頃はね電話電話で話になゲームをしてるんですねあのなんか、えー、な僕ゲーム1個も入ってないんで入ってるもんじゃなんやろなあ,あのー、まあ,あこういう SNS でしょで PayPay、まあ、ペイペイか。 とかまあももろろまあまあ入ってるけどほんと電卓とかその後まああの、えー、まあ僕の前あのボビアトレーダーだっ決済とかねカード決済とかするんで、えー、そういうふうなのね、えー、の端末とかとかまあそういう用途で使ってるばっかりなんですあとまあ、T、まあちょっとアマゾンプライムのね映画をちょっとあの隙間時間に見るぐらいであとはそうやもう NHK の NHK <laughs>、えー、NH プラス めんどくさかったけどあもう,もうね受信料払うのやったらもうせっかくやったらもう,も,うは、ね、もう入れたねと思ってね <laughs> NHK プラスねこれ入れてでこれもねあの不満とかじゃないんやけど NHK プラスはねあの放送してない番組もたまにあるんですよ今なんか放送これは放今ただいまの時間放送じゃないですか <laughs> ニュースはそんなばかりかなみ、うん、たいなほんでこれがあの まあまあね多分これからいろいろあるんやろうけどとかぐらいかなあとだからゲームとか入れないけど iPhone とかのゲームとかにすごいあのいいらしいんですよねそのなんていう動きなんかどうか分かりませんよ。今日もあのそういうふうなことを店員さんが熱く僕に語ってくれたんでね「そうですか」って言いながら。まあ,あのね で、スマホを見る時間も僕もほ,ほ,ほぼほぼないんで、うん、SE、別にこれが使えるならこれで全然構えないんけどねただまあほんまにバッテリーが <laughs> ちょっと出ていたらもうもう,もうええー、っていう量量だしい、ね、今もこうしてるでしょで生配信とか前はこれでやってたんですけどあのー、ものすごい熱くなるんですね、うん、熱が、うん。それでもう安弱ってね で、まあそんなこともあってですね。まあ、いろんな生活様式によって、こう、いろいろこう、多様性があるなと思ってね、思ったんですね。で、まあ、そういうタイトルにしようかなと思ったんですけど、ふとあの、思ったことがあって、それと同時にね、あの、まあ、マイブームな割とこう、今これが流行っているから、これをやるとか、そういうふうな。 ね、けあの性格じゃなかったんですよ、ね、僕自身がだからあのー、なんていうのなあのネットのおかげでですねなんかこうなんていうの気の合う人と出会うことが多いなということをですねちょふと思ったんで、えー、ちょっとお話ししたいなと思ってねなんか分かってくれますかねその感じ。例えば、えーっとね、うーん まあ聞いてる音楽ででもそうなんですけど例えばまあ僕がまあ社会人になってからにしようかなうんまあもう昔かそうなんですけどどっちかというと例えば社会人 20, 何20年そこらはずっとねいろいろあ同じようなメンバーでずっと仕事をやればでしょ。であの聴いてる音楽から何かな僕だけ全然違うんですよねほんでなんか会話もだからか僕はどうせ聞く方ばっかりで。 そういうででもですねこう当時ミクシーを始めた時に思ったんですけどね、えー、例えばうんとうね、えー、長渕剛ファンの友達とかで周りにいなかったんですね僕、うん、僕が好きファンやったんですよ。で「茶、あのー、ダ出スか」とかねそういうなファンでよく聞いてたんですけど、まあ、例えばカラオケとかあ行く機会も少ないかったけど。 たまにいてもその周りの人は知ってる曲しかやっぱこう歌えはないじゃないですか。ね、そんなもあってだけどね、そのミクシィとかでそのソーシャルネットワークいうかな、うん、SNS の走りですよね。まあ Facebook もこういう f a c e b o o も多分そうだと思いますけど、でその時にあのー、オフ会っていうのを <laughs> 初めて、えー、ね参加したんですよ。当時も十年ぐらい前になるから。 あ、うん、すごくあのなんて言うのな人に話せないようなことってあるですよ人に話しても響かないようなことがですねこう結構熱く 語り合えるわけですね、うん「あの曲 B 面のあの曲良かったよね」とかね、うん「あの時のツアーあのコンサート行ってもうめっちゃ泣いたわ」とかねそんな話やらい誰とも話しできなかったことがもうすごく熱く話ができたり何、えー、て言うのな、ねあのーね、お互いのその何て言うの素性は知らないですよそのね一緒に空振りでしゃべって泣かしてね。うん なんかそのネットを通じて僕の場合はですけど、あのオタクな。まあどっちらがオ,オタク明るいオタクですよ。<laughs> うんだからね。そのなかなかこう出会う場所がね限られてましてね。うん、当時やったら今もないかな。ガレージキットって言うと、あのフィギュア。今で言ったらフィギュアとかね、えー、そういうなんでこう ちょリアリティのあるう造形物とかあもう、ね、売ってたりするじゃないですか当時はあのそういうそういうのはねあのキットとしてバラバラであの自分で組んで、えー、パテで埋めたりとかしてあのプランモデルとかとは違う感じでなんて言うたらいえろなあのなちょっとマニアックな感じのおキットがあったんですね。まあ今はもうねあの ありますけどね。当時はその自分でこう組んでなんかこう隙間埋めたり流して塗装してでまあ,あ一人でこう自問自答で誰に見せるわけでもなく <laughs> で今やったらこうそれを完成したらあの写真アップして例えばインスタとかやったらそういうの上げてねそれにすが好きな人たちとこうなんかこうこうなんていうの,あのこうねこうキーボードでチャ,チャットインかな チャットでもないない書,書き込みやねとかしたりとかして、あのー、非常にこうめで会うっていうか、うん、褒め合うっていうか、うん、非常にこう気持ちが上がるんですねそれがもう普段の生活やったらもうそういういうな人と出会うことが全く僕の場合なかったり、えー、しましたね。 別に浮いてるわけでもないですよ。もうもういたって、あのずっと素直な感じで、えー、ねいるんですけどね。まあ、映画でもそうですけどね。何でもそうですけどですけど、周りの方と合わすためにいろこうまあ、無理もしてりしたり、たりこともあったりしたし、うん。そういうなんか非常に楽になりましたね。うん、うん、あ、いろいろあ覚悟ありがとうございますね、えー。あ、宮城さん、今日も見れました。こんにちは。ありがとうございます。えー、秀平さん。 瓦礫結構高いですよねそうなんですよガレージキットをね結構しまあのキャストキットっていうのとソフビキットのが当時あってソートビニール僕はどっちかというとキャストよりもソートビニールの方が集めてたかなで、まあ、今でも実家に帰ったらあるんですけどね、まあ、こっちに持ってきてるのは2分の1の、えー、初代ウルトラマンの学生時代にね <laughs> あのバイト代で買ってそれがね今でもありますけどね。うんあの ちょっと浮いてますけどね、まあ、そんな感じでそういうふうな話をね,、えー、あねそのお店に行ってその店,員店員さんと熱く話すするぐらいしかなかったんですけどそういうようなことが好きやなっていうオタクなっていうか何て言うの突き詰めたものってあるじゃないですかその時夢中で、えー、それにこう熱く同時に熱くなれる人。例えばまあ僕の場合や まあ、し仕事がそうじゃないですかあのレこういうレーザーのね、えー、この特に、えー、しね一般し流通の中ではほ,ほとんどないような世界やし、えーまあ、ヴィンテージの,、ね、あの古着を探すぐらいしか、ね、あのも,うもう半世紀ぐらい前のものを、ね、探して、えー、ハンドステッチの,、ね、この世界をおものをね えー、見つけ出してっねてまあそれを今のファッションと一緒にこう楽しむというぐらいしかない,ないようなあ世界でしたんでねだけどあの同じような感じで、えー、エキゾチックレーザーが好きやったりとかあなんていうのなエイの皮が好きやったりとかあウミガメの,かあのこれがたまらんわとかねそういうふうな会話があなかなか何ていうの普段の生活で出会う人の中ではあね なかったしで特にね、あのー、僕の子供の頃とかやったらほらやっ,ぱ、ね、やっぱこのお島の中でしょ。やっぱりこうなんていうのな飛び出さないとなんかこうなんかなっていう違うちょっとなんかこうモヤモヤした方が <laughs> あ,あって、うん、でそれがあってまあまあそういうふうな思いみたいなのがネットの世界でもそうやなと思って。 があったおかげでねこんな大阪におったらこんなぎょうさん人がおるのにね出会う実際にこう縁を持って出会う人っていうのは非常に少ない限られた人になってくるじゃないですか。でやっぱりその熱くなれる人っていうかねそれがやっぱりネットを通じてそ,のそれがねなんかこう本当に会いたいなこんな話がしたいなって感動とかあれを 共共有熱くんか振っての高いとこっていうかあのいい意味でと出会うことっていうのが本当に、えー、このネットのおかげでね、えー、僕の場合はあ,ありがたいなと思ったしボビー・アトレザーをー、ね、始めていこうという背中も押してもらえたようなあそんな気がしますね。を、う、を、ん、例えば作品を作品ってあの こ,こに並んんでそれだけ言うもんなんかちっちゃうし、うん、別にこう自己満のためにやってるわけでもないしね特にね、えー、こういうことはねでまあであのー、ねそうそうだけどこうやっぱりこう最初心配されましたよ、うん。インターネットだ怖いんじゃないか怖い。ねあわかりますその僕もお非常にそれはわかります。ね、まあも,もうもろ刃のお剣ですよね。 うん、あのたまあ、よくこういう話があると思いますねあのねナイフの話って聞くでしょ、えー、こういう話ですね,あのねナイフは、ね、人をあめることもできますけどねそのナイフを使ってですねおい、えー、しい料理をですね、えー、お刺身でもいいじゃないですかを作って喜んでもらう、ね、僕はそういう思いでですね、えー このインターネットというのとお付き合いをしているつもりでいますしやっぱりそういう方と不思議なものでやっぱりこう,こう電波を通してでもそうですし普段の生活もそうですけどやっぱりこう波長の合う人というか気の合う人とかとね出会ってきてるような気がしますしねまあまあな千人と出会うよりもね熱い人熱い思いの一人と出会う方が僕は価値 あると思っていますそう思って、えー、毎日もうそもう昔からあそう思いながらねまあまあの100人1000人あでまあまあで勘も不可もなくっていうよりも、うん、どっちかっていう感じで、うん、そういう熱いエネルギーとのなんかこうエネルギー交換ね、うんあ,ありがとうございます <laughs> 今日ヒデピさんねありがとうございますもうねお付き合いいただき。 ね、価値観が近い人ってなかなかあだからもう何、うん、て言うのね旅に出た時にね旅で焚き火をしながらあ、ね、出会った人たちというのはねふだの生活もいろんなね環境も全く違うけど何かこう一つの目的というかその場のあれで非常にこう。 心を払わって逆にそ,うそれができるかもしれませんね。んかもう世間体を気にしたりとかそういうのもね普段はあるやろうけどね僕はどっちかというと世間体あんまり気にしてない方なんでねそれがちょっといろんな歪みがあるっちゃあるんですけどね。もうあの我が道を行くっていうか価値観っていうかねその中でやっぱりこう社会との折り合いをねあの,の一人として。 あのこうみんなときょうねこういいライ,フワークライフスタイルをねえ盛り上がっていくというか昔はあのね変わり者っていうのはあ、ねあのー、ダメやとかでよく怒られてましたけどね今は違いますよね。変わり者の方がいいっていうか それがやっぱり僕個性やとの一つやと思いますしうんやっぱこういう多様性のある時代にねこれから突入していくわけですからねかといってもう僕はあの結構伝統的なというか割とこの保守的なところもあるんですよね <laughs> まあ昭和生まれのあれなんでしょうかねうん別にそれを弊害とは何度も思わずうんねうんはいまあそんな感じで20分も喋ってもうたけどね、う。ん なんかねあのこのネットを通じても今日でもう92回でしょでもう 100, あの100回まであと8回 100, 100回まではもうねこういうふうになんかしたいなと思いますしね、うん、最初の目,目標っていうのがねまず10回やってみよう、えー、20回やってみよう、ねうん、けどなんかこれがいつものルーティンの一つになっているような気がします。ね まああのこういう感じでえねまたこれがなんかボビー・アートレザーの歴史の積み重ねなら一つになるかもしれませんしねそこで出会えたあねこの映像を見てもらったえ方とのね出会いっていうのも僕はもう本当に大切にしたいと思いますしねまあそんな感じで <laughs> それではえ今日もですね一日ね素敵な一日を お過ごしください。それではまた。ボミでした。じゃあね。バイ。